はいどうもこんにちは、クワです。ということで今回は、今回はっていうか今回からですね、ソーセージレジェンド2というゲームをやってみたいと思います。ということで、僕ですね、ソーセージレジェンドというゲームを昔やってまして、その2があったので今回は実況でそれをやっていきたいと思います。やっていきましょう。クワヌンティウスでいきましょう。1の1、第1話、鉄の王エンロー団ロルフ団長、見よこの醜い城を。王国中に鉄を不当に集めて築いた城だ。鉄は王だけのものではない。兵士も農民も全ての人間は鉄を必要としている。王が自らを守るために鉄を独占するなど断じて許されない。おー大多いね。今夜鉄の王を討ち、この悪を終わらせる。全軍突撃せよ。ロルフ団長に続け。あ、俺なんや、これ。あ、これ俺が、あ、俺、あ、これ俺、あ、これ俺なんだ。あんま、こういう、ね、自分が主人公しての時って大体こういう喋んないよね。ロルフ団長に続け。おー、俺はどの立場なんだ、こいつは。鉄熊騎士団ヤニック。全員伏せろ。え？ぐわ、ロルフ団長、ロルフ団長、ブルックファルト副団長。ロルフ団長、あ、俺なんや、これ。貴様らを完全に包囲した。すぐ、今すぐ武器を捨てろ。ゴンザーガ団長。エンロー団ロルフ団長。ね。クアヌンティエス、城まで一点突破で抜けるぞ。クアヌンティエス。はい、全軍、全員、一点突破準備。俺が言うの、これな。やだ、すっごいやだ。団長、守りしろ。一点突破だ。行くぞー。うおー。な、なに？ロルフ団長、すごい数の兵に完全に囲まれています。くそ、もはや、これまでか。バカどもめ。さあさあ、金考えをせ。今すぐ顔を拭くしろ。そして偉大なる王に許しを請うのだ。焦れば自負深き鉄の王は、ルルフ以外の命は保証してくださるだろう。全員、武器を捨てろ。ロルフ団長。早くしろ。いいか。しかしそれではルルフ団長が、引け。これだけの兵に囲まれたら、もはや王までたどり着けない。だからこそ、生き残った者たちよ。我らの正義をなすのだ。いいな。クアヌンティウス、よく聞け。ロルフ団長、突撃命令をください。俺たちは死ぬ覚悟ができています。ダメだ、全員死ぬ必要はない。クアヌンティウス、今から、たった今からお前をエンロー団団長に任命する。副団長いるのに。え？あ、もうびっくりするわ。副団長おるのにな。さっさとしろ。この世界の全ての鉄は鉄の王のものだ。鎧も全て抜け、全ての鉄を我らが王に捧げるのだ。クアヌンティウス、ブルクハルト、あとは頼んだぞ。火の神よ。ロルフ団長、ロルフ団長、どういうノリなん？ノリがわからん。あ、ストーリーのみ？戦いとかないんだ。第2話、ソーセージの戦士。監守ギド。おい、貴様、おい、ボケ、起きろ、貴様のご主人様がお呼びだ。エンツォ団長、鉄和式士団。ははは、寝てるところにすまるな。ん？顔色が良くないな。おい、虐待などしておらんだろうな。はい、そのようなことは決して。もし明日こいつが勇敢に戦えなかったら、お前の手を切り落とすぞ。四大元素の神に誓って丁重に扱っております。ふん、ここはひどい匂いだな。外で話すとしよう。ついてこい。いよいよ明日だ。確か名前はクアヌンティウスだったか。体調に問題はないな。剣の扱いには慣れていいだろうが、ソーセージで戦ったことなんないだろう。ないな。明日に備えて練習させてやろう。さあ構えてみろ。お、ついにソーセージバトルが来ます。1の3なんだ。これもう進むんだ。お、鉄筋と情報なの。俺くるみ？もう早速ソーセージじゃない。まさかの早速ソーセージ街。ロングタップでパワーを貯めて話す攻撃しよう。この辺はなんとなく。あ、すごい。でもゲージの位置が変わってるわ。ゲージね、もっとね、違う場所にあったんだけど、ワンの頃は。こんな感じでね、戦うゲームでございます。ただこれね、全部、長押し一点突破したらいいってゲームじゃないんですよ、意外とこれ。実はなんかね、ちゃんと話したりしなきゃいけない。さっと話して、あ、こんな機能もできるようになったんだ。上攻撃、下攻撃で。へえ、これはなかったね、ワンの頃。これはなかったわ。初めて見た。すげえ、これできるんだ。面白い。どんどん行きましょう。1の5。まあ普通の物語かな。よし、いいぞ。コツはつかんだな。いいか、よく聞け。
明日から創世時の決闘が始まる。そしてお前は俺の戦士として出場することになった。どうした？まあ意味がわからんだろうな。だがお前に選択の権利はない。反逆者の奴隷が生きているだけでも奇跡と思え。とにかく黙って聞いて理解しろ。決闘は3本のソーセージを使った勝ち抜き戦となる。ほう。ここにあるソーセージを使って3本をどの順番に出すか考えてみろ。よし、準備はいいな。明日の模擬試合をやるぞ。来い、俺が相手をしてやる。ほう。3本のソーセージを選ぶと。あ、で、今日か。ソーセージボックス。ああ、レベルアップ。肉と、なんかよくわからん。トゲトゲして、胡椒みたいなやつと、お金で、レベルアップができると。ほう。あ、チョリソー。チョリソー硬いからね、しならないんだよ。かなりパワーが強いかな。確かワンの頃は。ワンの頃の情報がそのまま使えるなら。確かそんな感じ。じゃあ行ってみますか。敵も同じだね。順番が違うだけ。なるほどね。いや、俺はこのゲーム相当頑張ってやってたから、もう食らわないですよ、攻撃は。いや、食らったわ、ごめん。全言撤回します。意外と下からでもね、上向いてる時に殴るとね、上に届くんですよ、これ。逆にこれ、あんまり下向いてる時にやると、全然前にね、飛んでくんないの、これ。ほら、こういう変な方向向いちゃうから。ここがね、むずいんですよ、これ、当てんの。ほら。で、この弱攻撃もね、意外とね、使えるはずだったんだけど、もう今回は無理そうだね。もうなんか使えなそう、あんまり。ラウンド3で、サラミはパワーが強いけど、攻撃広いから攻撃が当たりやすい。ちょっとただ威力は高い。割と多分俺も場合によっては一撃で吹っ飛ぶ可能性もあるけど、まあまあやっぱ強いですよ、ホットドッグ。正直ホットドッグめっちゃ強いです、このゲーム。みんなもやるときはホットドッグを使ってみてね。結構強いよ。ということで、いらない情報を開示したところって、どうしますか？一回ちょっと今回この辺にしときます？もう9分なんでね。まあ、1本10分いかないぐらいにしときますか？いや、行っちゃうか。一面は行こうか。見事だ。ははは、明日で備えて十分に休むがいい。楽しみにしてるぞ。とつとローに戻れ、ボギーが。どうせ貴様は明日負けて終わりだ。楽しみにしとき。ギドの声ちょっと俺ね、声やってるよね。お、ジェムみたいなのもらったね。第3話、ソーセージの決闘。さあ、いよいよ始まるぞ。いいか、今日の決闘で、お前にはかなりの金をかけている。必ず勝て。もし負けたら、言わなくてもわかるな。殺されるな、多分俺。鉄の掟により、国内で鉄を使った決闘は禁じられている。だが、選手たちを、昔を懐かしみ、嘆く必要はもうない。我らが王は、諸君らの嘆願をお聞き入れなさった、くださった。ソーセージで決闘を行うことをお許しくださったのだ。なぜよりによってそれを選んだ。ああ、慈悲深き鉄の王に祝福あれ。ソーセージ慈悲深いかな。これよりソーセージの決闘を開始する。ボルジア、ボロニアソーセージみたいな名前してんね。ボとアしか合ってない。ソーセージの選手たちは名乗りを上げろ。おっと、ダウンロード来た。カットしまーす。さあ、お、ダウンロード終わりました。ソーセージ降臨。11連やりましょうよ。やっちゃいましょう、11連ガチャ。ソーセージガチャ。さあ、いいの来い。いいの、強いの来い、強いの。めっちゃ強いの来い。新しいソーセージも追加されてるんかな、ワンの頃から。これは見たことは。なあ、ああ、わかんない、覚えてない。レバーキューで。これはあったね、ブルートブルース。これ強い。硬い。グラモーガン。知らない。あ。大長方象徴？なんだこれ、わかんない。読み方がわからない。ランドイエーガー。
アメリカンドッグ？アンリューイソーセージ、なんかドクロマークついてるね。ブラートブルース、全部ついてるなこれ。大腸放送な、これ何？ウィンナーソーセージ、あ、細いやつね。トルネードポテト、スーパーレア、ポテト出てきた。で、これはちょっと待って、デッキを貸したい。いや、これはデッキを変えましょう。お、ニュース、年末年始イベントのお知らせ、そんなんあるんだ。デッキを評価していきましょう。トルネードポテトですよ、まず。で、まあレア度が高い方が実際強いから、結構これだね。小腸、大腸放小腸みたいな、よくわかんないやつね。で、パワーが高いから、こいつを入れます。いや、でも、風のやつにするか。こっちにしよう。で、これのレベルアップしたいけど、素材が足らない。足らないですね、これ。あ。なんか素材が違うんだ、これ。レアリティで。なるほどね。まあまあ、これでいきましょう。ストーリー進めていきましょうよ。とりあえず、1の10までやったら、今回は動画終わります。こんなしなってるトルネードポテト嫌だけどな。どうしても。このリーチの長さがちょっと欠点になるかもなって感じの武器だね。俺は真面目に何を話してんの、俺。一体。何を真面目に話してるんでしょう、僕は。よしよしさすが俺が見込んだ選手よ。でかしたぞ、褒美だ、受け取れ。何をされる、ズレ乗れだ、この奴隷が。とっとと牢に戻れ、ボケが。なんだあいつ、あいつ嫌いだわ。お、いいっすね。ということで、まあまあまあ、今回はこんぐらいで終わりましょう。もう絶対伸びないって分かってるんで、この動画。もう早めに切り上げると思います。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。また、多分次やんないと思うけど、まあ、なんか、うん、やる機会があったらお会いしましょう。それじゃ、バイバイ。